白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように、投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。今回のテーマです。今回は SBI ですね、株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの推移ということで、まあ、上場してですね、まあ、すぐ上場来高値になったんですけど、そこから急落してですね、まあ、その頃からすると、まあ、株価は低迷していると、まあ、長い目で見たら低迷という言い方ができると思います。はい、これまでの経緯ということで、まあ、会社が設立されたのが1999年7月ですね。で、上場したのが2000年12月15日ということで、まあ、初日の終わり値が4741円だったということですよね。で、翌年ですね、上場来高値を記録して12332円を記録しています。まあ、ここが株価の頂点だったということですよね。まあ、それから約10年後ですね、上場来安値ということで、まあ、アベノミクス前ですね、の株価っていうのが475円だということです。なので、まあ、上場来高値と上場来安値を比べると、まあ、96% ぐらい株価が1回下落しているということです。まあ、そこから、まあ、アベノミクスなどのですね、まあ、恩恵も受けて、まあ、現在はですね、2021年10月20日は3035円まで株価は上がってきているということです。なので、まあ、最安値からですね、現在という、まあ、9年で比べた場合は、まあ、株価が 6.3 倍になっているということです。はい。で、まあ、今回の基準はですね、まあ、10月19日15時の終わりね、3035円で考えていきたいと思います。はい。では、株価予想ということなんですけれども、まず短期ですね、長期、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい。まあ、約6週間ですね、まあ、横ばい傾向というのが続いているということですね。まあ、2700円から3000円の間で上げ下げという感じです。はい。よって、まあ、今後も2700円から3000円の間での横ばいが続く可能性が高いというふうに見ています。はい。では、長期ですね。6ヶ月以降ではどうなのかということで、まあ、SBI ホールディングスですね。時価総額は現在7428億の企業ということです。はい。で、PER ですね。プライス・アーニング・レイシオ。株価収益率ですね。分子が株価、分母が1株当たりの当期純利益ということで、1株当たりの当期純利益の何倍の株価かということで、まあ、6.19 倍ということになります。はい。ということは、まあ、今の当期純利益で考えると、まあ、約6年強で株価をですね、まあ、回収できるという銘柄になっているということです。まあ、目安としては 16.6 というのが一つの目安というふうに考えていますので、それからすると約 37%、 言い方を変えたら約6割割安の株ということですよね。 なので、まあ、割安でですね、まあ、お買い得という言い方もできますし、まあ、かなりですね期待されてないという言い方もできると思います。はい。で、PBR ですね、プライスブックバリューレイシオということで、株価純資産倍率ですね、分子が株価、分母が1株当たりの純資産ということで、まあ、その企業の純資産に対して何倍の株価になっているかという指標ですけれども、まあ、こちらが 1.32 倍ということですね。まあ、こちらは目安が 1.25 というふうに認識していますので、まあ、ほぼ平準という株価水準になっています。はい。それから経常利益率ですね。まあ、ちょっとSBI はですね、日本の会計基準ではなくて、国際会計基準 IFRS でですね、まあ、金融庁に報告しているので、まあ、ちょっと営業利益の数字がですね、まあ、公表されてないんですね。なので、まあ、経常利益で考えた場合は、その売上に対しての経常利益の率っていうのが、まあ、25.9% ということです。はい。まあ、まあ、単純に営業利益と同じような考え方でいけば、まあ、10% を超えていると、まあ、営業利益率は比較的良好という言い方ができるので、まあ、SBI は利益率は高い企業ということが言えると思います。はい。それから生産性ですね。一人当たりのですね、経常利益で今回は考えてみたいと思うんですけれども、まあ、経常利益1403億を、まあ、9209名の従業員の方で、まあ、稼いでいるというふうに考えた場合にですね、一人当たり1523万円ということで、まあ、こちらの方もですね、はっきり言って SBI グループは、まあ、生産性の高い企業ということが言えると思います。
はい、そして ROE ですね、リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ですね、分子が当期純利益、分母が自己資本、または株主資本ですね。だから株主から預かっている自己資本をですね、どれぐらい上手に使って経営を行っているかという、まあ、資金の効率性、お金の使い方の上手さを測る指標ということになります。こちらの方はですね、15を超えている企業はかなり資金効率がいいというふうに考えていますので、まあ、ほぼ基準ぐらいということですね。まあ、14.4% ということで、まあ、比較的やっぱり資金効率がいい、お金の使い方がまあ上手な企業というのがまあ数値からは言えると思います。はい、そして今期の上半期ですね、2021年4月1日から9月30日の6ヶ月の業績予想というのが出ているんですけれども、はい、こちらの方も最高益を予測として企業は発表しているということですね。去年のですね、6ヶ月間は545億の税前利益だったのが、今期は1000億を超えそうであるということです。はい、ということで、まあ、業績は順調に伸びているということで、まあ、利益率も高い、 ROE も高い、生産性も高いで、今期は業績がですね、まあ、過去最高、まあ、少なくても、前半6ヶ月の上半期に関しては業績予想が過去最高益ということで、まあ、結構こう指標としてはかなりいい数字がどんどん出ているのが、まあ、SBI という企業だったりするんですけれども、じゃあなぜ割安なのかということですよね。 PR が6倍強ということで、まあ、要するに利益の6年強分でもう株価回収できるということで、7年目以降はもうね、毎年プラスというすごく、まあ、そういう意味では割安銘柄になっていますけれども、なんでこんなに数字がいいのに、まあ、割安なのかということですよね。で、まあ、最大の理由っていうのは、まあ、複雑すぎてよくわからないっていうのが一番の理由ではないかなというふうに考えています。はい、まあ、例えばですね、こういった説明をされたとしても、まあ、わかんないですよね、はっきり言って。まあ、投資家って、こう、投資対象がもう無限にあるわけです。ね、例えば日本の株式投資って言ったとしても、まあ、上場企業は3700社あります。ね、だから3700社全部に対して詳しくなるってことは、まあ、不可能なんですよね。一社一社ですね、本当にもうね、本当に深く理解しようと思って、1日1社ずつやったとしても3700日かかるってことですから、まあ、簡単に言えば10年、毎日1社ずつ分析してもかかってしまうわけです。まあ、それだったら1社にそれほどのですね、たくさんの時間を、まあ、かける必要もないわけですよね。投資対象っていうのは、投資家にとっての投資対象って、まあ、SBI 一択じゃないので、まあ、選べるわけですよね。でも株式投資、日本株に限定してもそれだけ選択肢がある中で、1社に対してだけそこまで詳しく、時間をかけて調べるということはなかなかやっぱできないわけですよね。で、そうした時に、まあ、こういった、全体図をですね、まあ、理解するっていうのは、まあ、はっきり言って、まあ、時間の、都合上と、もしくはもうはっきり言ってその、たくさんやりすぎていて複雑すぎて、まあ、理解するのが、まあ、実質不可能な状態になっているということです。まあ、単純にリスクが高い銘柄ということですよね。はい、でリスクっていう言葉を使ったんですけど、これは大きく2つの意味があります。1つは数学的なリスクっていうリスクですね。要するに数値で表示することができるリスクっていうのと、もしくは実際は投資家が投資をするしないっていう意思決定をする時の考慮されるリスクっていうのと2つあるんですよね。これは完全に切り分けて考えた方が理解しやすいというふうに思っています。はい、でまず、リスクっていうことで数学的なリスクですね。これも数字で明確に表すことができるものです。はい、で数学上のリスクっていうのは、まあ、数字による確率っていうのが一番分かりやすいと思います。例えば下がる確率が 10% だというのであれば、もうこれはリスクが低いという言い方ができると思うんですよね。まあ、例えばコインを投げました、表が出ます、裏が出ます、 50%50%、 これギャンブルですよね。もう完全に運みたいな状態ですよね。コインを投げます、表が出ました、50%、 裏が出ました、 50% ということは、50対50だったらこれはもうはっきり言って運、ギャンブルということになります。そこからするとね、下がる株価がこれからの、長期
的に下がるという確率が10だったら、はっきり言ってリスクは低いという言い方ができると思います。逆に下がる確率が90だったら、それはリスクが高いっていうのは誰だって分かりますよね。でこういったのが、まあ、数学的なリスク、要するにもう数字で確率としてしっかりと表すことができるのが数学上のリスクということになります。まあ、別のですね、考え方で不確実性ということで、その統計上のばらつきっていうのを表す場合もあるんですけど、今回はもっとシンプルに単純に確率で考えたときに、まあ、数学上のリスクっていうのを定義したいというふうに思います。いずれにしても数学上のリスクっていうのは、まあ、確率にしても、もしくはそのばらつきですよね、標準偏差にしても、はっきりと何パーセントというふうに数字で明記できるものが数学上のリスクということです。しかし大抵の場合は、投資家は数学上のリスクで投資の意思決定をしないんですよね。人っていうのは、ね、論理の生き物だけではないので、ね、感情の生き物でもあるわけです。だからいざ投資をするといった時の、その投資をするという意思決定、そして実際に、まあ行動するって言った時の大きな、その動機っていうのは数学上のリスクじゃないんですよね。投資上のリスクっていうのがあるということです。要するに数字には現れないんだけど、投資をするとかしないっていう、そのリスクっていうのが存在しているということです。はい。で、投資上のリスクって何かっていうと、投資家自身にとってどれくらいよくわかるかっていうことなんですよね。だからよくわかるかよくわからないかっていう、この数字で表すことができないものが、実は投資家の投資の意思決定を大きく決めているということです。だからよく分かるってことは、少なくてもその人にとってはリスクが低いと感じてるんですね。これは主観です。さっきの数学上のリスクっていうのは客観です。数学上のリスクっていうのは、確率何パーセントとか、標準偏差いくらとか、分散がいくらとかっていうふうに数字で表せるものなので、客観的なリスクですけど、今回やってるこの投資上のリスクっていうのは主観的なリスクということです。だからよくわかるってことは、少なくてもその本人にとってはリスクが低いんですね。で、よくわからないっていうことになると、それは本人にとって、投資家自身本人にとって主観的にはリスクが高いというふうに感じます。なので、まあ、本当は数学的なリスクが高いのに、まあ、よくわかるというだけでお金を投じる場合も人間はあるんですよね。もうこれもう AI 人工知能だったらありえないですけれども、人間だったらこういった判断っていうのをすることがあります。例えば宝くじですよね。これ数学的なリスクはもうめちゃくちゃ高いですよね。100万分の1ですから。だから本当に当てようと思ったら100万枚買わないといけないわけなので、もうほとんど当たらないわけですよね。当たる確率いくらですかって、100万分の1、外れる確率はって言ったら、それはめちゃくちゃ高いわけですよ。だから本当は数学上のリスクっていうのは猛烈に高いんですけど、でも宝くじってよくわかりますよね。で、どんな存在なのかって知ってるわけですよ。なので結局どこに言えば行けば買えるのか、宝くじいくらなのか、一等がいくらなのかってよくわかってるわけですよ。よくわかってるから、数学的なリスクは高いにもかかわらず、人は例えば寒空の中で行列を作って宝くじを買うっていう行動を取ったりするわけですよね。もしくは公営ギャンブル、とかもですよね。競馬競輪競艇、オートレース、なども同じで、実際は数学的なリスクは高いんですよね。まあ、はっきり言ってこうトータルで勝つっていうのは極めて難しい。それこそ株式、投資の何倍も何十倍も難しいですけど、競馬競輪競艇で長期的にトータルで勝つというのは、でも実際公営ギャンブル、競馬競輪競艇っていうのは、多くの人がお金を実際投じますよね。それは数学的なリスクではなくて、本人にとって、いや、例えば競馬っていうのは馬が走るっていうことで、ね、その例えばじゃあ 今回の、ね、例えば G1 レースはなんていう馬が走ると、でなんていう馬は、ね、父親の馬が 何で、母親の馬が何で、今度乗る騎手は何で、みたいな感じでよくわかるわけですよ。だからよくわかってるんで、だから数学的なリスクは高いにもかかわらず、本人はよくわかってるっていうだけで、実は人はお金を投じるということがあるということです。一方、本当は数学的なリスクは低いのに、よくわからないというだけでお金を投じない。これも人間の、まあ、事実なんですよね。だからここは AI 人工知能と人間の大きな違いというところがあります。人工知能の場合は単純に数学だけで、数字だけで判断するので、こういったことっていうのは起きないんですけれども、でも人間の場合は数学的なリスクは低い、だけどよくわからないのでお金は投じないっていうこともまたあるということです。それは数学的
なリスクは低いんだけど、主観的投資決定のリスクが高いということですね。はい、すなわち投資家はよくわからない対象には投資をしないということです。で、まあ、経営陣と投資家で、まあね、ですね、まあ、意思疎通というかコミュニケーションの不一致が生じるということです。で、経営陣は、まあ、複雑な事業の全てを一生懸命に説明しようとするということですよね。 SBI は難しいわけです、ね、その事業とかビジネスモデルを完全にですね、もう SBI っていう企業は今まで何社に投じていて、その何社の中でこういったこういったこういった企業に投じていて、こういった企業はもうね、すでに売却して、利益は確定していて、これは含み益の状態でとか、ものすごい、ね、猛烈に難しいわけですよ。でもそれを経営陣はなんとか毎回3ヶ月に1回ですね、本当に、パワーポイントで180ページぐらい作って、ですね、投資の、決算説明会とかも2時間とか2時間半ぐらいかけて猛烈に一生懸命説明しようとするんですけど、実際それを聞いてる投資家からすると、まあ、聞いてるかどうかはともかくとして、聞いてる投資家からすると、まあ、全てを説明されようとすればするほどますます難しいと感じるということですね。これはもう自分には分からないと、理解できないということで、ね、もうここは完全に意思疎通コミュニケーションが全くこう一致してないと、不一致が生じているということです。はい、ゆえに、まあ、複雑な企業というのは、まあ、株価が割安となりやすいということです。なぜかって言ったら、投資家は自分がよく分からないものにはお金を投じないからですね。はい、で、投資家のよくわからないものには投資しないっていうのは、これは合理的なんですね。投じない方がいいです。なんでかっていうと、よくわからないものっていうのは、結局なんで株価が今上がってるのか、なんで今株価が下がってるのかがわからないですよね。例えば何かすごいね、大先生から、もしくはその投資の大成功者から、ね、個別具体的な銘柄を教えてもらっていて、結局私は何に投資すればいいんですかと言って、でその銘柄そのものをピンポイントで、ね、名前だけ教えてもらったとして、それにお金を投じたらまずうまくいかないんですよ、基本的には、うん、それなんでかって言ったら、本人がよく分かってないんで、その銘柄がなぜいいかが分からないんですよね。そのなぜっていうのが分からないと、何をっていうのを教えてもらっても意味がないんですよ。つまりうまくいかないってことですよね、うん、何をっていうのが分かったとしても、なぜっていうのが分からないと、いつ売っていいのかが分からないわけです、うん、だから今目の前で上がってる、なんで上がってるのかが分かんないわけですよ。今目の前で下がってる、なんで下がってるのかが分かんないですよね。だから、ね、何をっていうのを教えてもらうことには基本意味がないんですね。なぜっていうのが理解できないと、結局いけないと。なぜっていうのが分かってると、目の前で上がってる理由も分かるし、目の前で下がってる理由も分かるんで、だから持ち続けるとか、もうここで利益を確定させるとかっていう意思決定もできるということです。だからよく分かんないっていうんだったら、それはもう投資をしないっていうのはもう絶対合理的です、うん、それは投資家の方が正しいんですね。だからよくわかる、数学的なリスクが低くて、数学的なリスクが低くて、なおかつ本人にとってはよくわかるものに投じるっていうのが株式投資のもう基本中の基本ということです。ここ大事なことなので、もう一回繰り返しますけど、数学的なリスクは低くて、本人にとってはすごくよくわかるものに投じるっていうのがもう株式投資のもう基本中の基本ということですよね。だから、まあ、投資家のよくわからないものには投資をしないっていうのはもう合理的なんです。よって投資家側の投資態度が変わることは永久にないということですよね。だからその経営陣の、がどれだけ毎回毎回一生懸命説明したとしても、結局よくわからないということであれば、お金は投じないわけですよ。だから株価が割安になりやすいということです。はい、よってもし変えられるとしたら、まあ、経営陣の方の対応だけですよね。投資家の方は絶対変わらないので、態度が、だから経営陣の方が対応が変わった場合は、もしかしたら、株の絵の評価っていうのも変わる可能性があるということ。はい、すなわち、まあ、例えば選択と集中で企業そのものをシンプルにするかということで、もう100も200も、ね、子会社があると、まあ、SBI に関してはもう、ね、約300社ぐらい、子会社がありますけれども、まあ、それを理解するっていうのはまあ無理ですよね。3700社の1社に対して、その3700社のうちの1社について子会社300社を、ね、精緻に調べるなんて絶対ないですから、そう考えると、まあね、一つはもうシンプルに、いや、うちはもう、ね、この事業をやってます、
ますみたいな、ね、うちはこの単一事業一つですみたいな、形にすれば、まあ、誰だってああなるほどこの企業はこういう企業なんだっていうことが分かるということで、一つは選択と集中で企業そのものをシンプルにするっていうのが、まあ、一つの、経営陣側の方法ということですよね。または、まあ、それをもし行わないということであれば、企業の中でも最重要な本質の部分だけを抜き出して分かりやすく説明するという、まあ、どっちかを経営陣が対応を変えない限りはなかなかこの株式市場の評価っていうのが、まあ、1回割安っていうふうになるとなかなかそれをまあ、ね、変えていくってことはまあできないということです。はい。で、まあ、SBI の本質っていうのをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、まあ、一言で言うと機関投資家なんですよね。SBI っていうのはもともとソフトバンクグループのですね、その投資用の子会社として、まあ、設立されたっていう経緯があります。今は、まあ、ソフトバンクグループとは、まあ、業務上も資本上も何の関係もない、ですけれども、最初設立の意図っていうのは、まあ、結局ソフトバンクグループの中の、一社として子会社として、ね、投資するための会社という形で、まあ、作られたわけですから、 SBI っていうのは何なのかって言えば、一言で言えば機関投資家なんですよね。はい。まあ、もっと端的に言えば VC、ベンチャーキャピタルということで、特にね、上場企業ではなくて未上場ですよね。しかもそれができるだけ早い段階ですよね。まあ、例えば、ね、企業家が01をやった後とか、まあ、そういったね、これからこう、その企業が成長するため、最終的にゴールとして上場を目指してるんだけれども、上場を目指してるその途中で成長資金が必要だっていうことであれば、まあ、その成長資金を出資してあげる。そのまあ VC ベンチャーキャピタルっていうのがまあ SBI の本質だというふうに考えています。はい。要するに、まあ、例えば SBI 自体が、まあ、借入金とか社債とか、まあ、何らかの手段で資金調達をしてきて、そして未上場企業に出資、まあ、ここが SBI のまあ、ね、本質であり強みなんですよね。要するにその企業の選択眼みたいな、あ、この企業は上場までいけるなというその選択眼みたいなのが SBI の強み、まあ、その資金調達力プラス、この企業は上場まで行くというその、ね、選択眼みたいなのが SBI の強みです。そして未上場企業が実際上場したとか、何らかその価値が上昇した時ですよね。要するにかなり早い段階でお金を入れてますから、そしたらその企業が順調に成長していくと企業価値が上がる、企業価値が上がると当然 SBI グループ全体の価値上昇にもつながっていくということですよね。そういうふうにやってきたのが SBI だというふうに認識しています。はい。で、実際、まあね、ものすごいたくさんの数、投資し続けてきてるわけですけど、SBI は。まあ、その中で、まあ、3つはもうね、ものすごく大きく当てているということです。はい。投資の大成功事例としては、まず証券に関してはもう完全に大成功ということで、まあ、現在の SBI 証券ですよね。まあ、ここを最初、子会社にして、その後 100% 完全子会社にしたということですよね。まあ、それから銀行です。これは、まあ、SBI 貯蓄銀行ということで、まあ、韓国にある銀行ですけれども、こちらの方もはっきり言って投資は大成功したということですよね。はい。そして保険です。こちらも投資は大成功していると、 SBI 損害保険ですね。はい。で、この、ですね、まあ、証券、銀行、保険、この3社でですね、まあ、約300社グループ全体に対して、売上は3社で 56% を上げているということですよね。で、利益、これ最終利益、当期純利益ですけれども、77% は3社で利益を稼いでいます。そして、貸借対照表の、まあ、資本、純資産に関しては 46% がこの3社による、純資産ということですよね。そして、総資産の 76%はこの証券、銀行、保険が総資産の 76% を占めているということです。はい。なので、まあ、昨年度がですね、過去最高の売上利益という、まあ、最高決算だったんですけれども、まあ、単純にその証券、銀行、保険が好、まあ、業績だったからっていうのが、まあ、最もシンプルな説明だというふうに考えています。はい。ではなぜ昨年度の証券、銀行、保険っていうのが好業績だったのかということなんですけど、まあ、理由は株式市場が良かったからということですよね。まあ、結局証券っていうのも、銀行っていうのも保険っていうのも、まあ、お金を預かるわけですよね。で、預かってるだけでは全く利益が出ないわけですから、預かってるものをまあ運用するわけです。で、運用する時の運用先のまあ一番主力っていうのは、まあ、昔は国債でしたけれども、今はもう完全に株式投資ということになるわけですよね。
だから証券口座でお金を預かる、もしくは銀行でお金を預かる、もしくは、ね、その保険でお金を預かる、いずれにしても、まあ結局運用するわけですよ。ただ預かってるだけだったら経費しかかからないですから、なので結局運用して、まあね、利益を上げるということになるわけですよね。でそうした時に、まあ、結局その運用先っていうのが、まあ、今一番の主力っていうのはやっぱり株式市場、株式投資ということになるわけです。はい、そしたら、まあ、東証市場ですね、これはあの市場全体です。日経225とかではなくて3700社です。東証市場3700社の、まあ、時価総額合計ということで、まあ、昨年度の決算っていうのが2020年度4月1日から21年度3月31日というこの1年間だったわけですけれども、2020年度3700社の市場全体の、まあ、時価総額っていうのは548兆円だったんですよね。でそれが、まあ、2021年3月31日1日では748兆円になっていますので、まあ、結局この1年間で 1.36 倍になったということです。表現を変えると約 36% の含み益になっているということですよね。これは市場全体の成績ということになります。はい、なので、まあ、昨年度に関して言えば1年間持ち続けていた人たちっていうのはほぼ全員が株式投資で利益を得られてるんですよね。なぜほぼっていう書き方をしてるかっていうと、まあ、よほど何かね、その個別銘柄で、ね、ちょっと、まあ、はっきり言って変な銘柄っていうかちょっとおかしな銘柄に投じていて、まあ、全体は 36% 上がってるんだけどその企業に関しては1年で下がったっていうこともあるので、だから全員じゃなくてほぼっていう書き方をしてるんですけど、そうじゃない限りは、まあ、去年ははっきり言ってものすごく株式市場が良かったんで、だから途中で売り買いしないで持ってたものをただ持ち続けていたということになれば、その人たちはほぼ全員が株式市場で利益を得られてるんですよね。だから資産を増やしてるはずだということです。はい、でまあ、証券、銀行、保険が主力の SBI も、まあ、市場からの恩恵を大きく受けたということですよね。だから、SBI 証券も当然投資をしてますと、ね、銀行も投資をしてますと、保険も投資をしてますと、そしたら市場が良かったですと、だから市場からの恩恵を大きく受けられたということですよね。だからその、含み益っていうのが大きく、まあ、資産計上されたということになるということです。でその資産っていうのは、まあね、SBI は、国際会計基準 IFRS を使ってますので、その含み益も実際は利益という形で計上するということになっているわけですよね。ではなぜ昨年度は東証市場の時価総額が大きくなったのかということですよね。1年で 1.36 倍、 36% の含み益というのが市場全体の成績ということになるわけですけれども、じゃあなぜ大きくなったのかということなんですけども、これは理由は簡単ですよね。新しい口座開設者が増えたということです。はい、要するに今まで株式投資をやったことがなかった新しい人たちが口座開設して株式投資を始めたからというのが最大の理由ということになります。要するに貯金から株式市場に流れたお金が増えたということですよね。市場全体が大きくなったということは市場に新しいお金が入ってきたということです。はい、で株式市場への資金が増える、市場全体が大きくなる、株価が上がるですよね。で今まで株式投資やってなかったお金が株式投資をする、まあ、要するに株に対しての需要が増えるわけですから、需要が増えて株価が上がるわけです。で株価、過去からの参加者全員ですよね。要するにそれより前から、何らか株式投資をして、株を持ち続けていた、まあ、参加者全員がほぼ、利益を得ていることができているということです。だから、まあ、SBI の今後を予想するっていうのは今後の株式市場はどうなりそうかっていうのを予想するのと、まあ、同じなんですよね。株式市場が良ければ SBI は業績が良くなると、で株式市場が厳しくなると SBI の業績も厳しくなるという、単純にその相関関係になっているということです。はい、すなわち貯蓄から投資への流れが続くのか、ね、だから貯蓄から投資ってことは要するに株式市場にお金がたくさんまだ入ってくるということになるので、市場全体が大きくなって市場が良くなりますよね。それとも逆に投資から貯蓄、要するに株式市場からお金を引き上げてまた銀行貯金、銀行預金に戻るのか、っていうのを考えるということになるわけですよね。そしたら、まあ、全世界日本のお金余りの現状からしてということで、ね、もうとにかく全世界的に日本も
お金余ってるわけです、ね、もう家計のですね、まあ、現預金っていうのは1000兆円ぐらいあるわけですから、もうね、はっきり言ってもう使い道もないし投資先もないみたいな、状態になってるわけですよね。で余ってるお金っていうのはそのまま置いといても、まあ、はっきり言って増えないですから、そうすると、まあ、99.99%、まあ、貯蓄から投資への流れっていうのは今後も続くということです。もう一回投資から貯蓄に戻りましょうという、ことっていうのは、まあ、現時点では、まあ、非常に考えにくいということですよね。もう一回このね、貯蓄から投資へっていう流れができたならば、まあ、この流れっていうのは当面続くと考える方が、まあ、自然だというふうに思っています。はい。で、まあ、きっかけですよね。まあ、結局、株式投資を始めたきっかけっていうのが、まあ、政府が貯蓄から投資へと呼びかけ始めたからなのか、それともNISA口座が始まったからなのか、それとも年金2000万円問題がニュースになったからなのか、まあ、それとも、ね、コロナで株価が下落した時に、あ、今だったら割安で買えると思ったからだったのか、まあ、きっかけは何でもいいんですよね。株式市場に関して言えば、まあ、1989年のバブル絶頂期よりも今の方が景気がいい。これがまあ事実ということです。はい。2021年9月ですよね。9月31日付で見たときに、東京証券取引所のですね、市場全体、要するに3700社全体の時価総額っていうのは過去最高。1949年、戦後の1949年から見て、先月まで末は過去最高の771兆円の時価総額だったということですよね。だから日本人の過去の記憶で一番日本が景気が良かったのは、ね、1989年12月だったと思うんですよね。それは記憶的にはそうだと思うんですけれども、その時の株式市場っていうのは時価総額は600兆なんですよね。だから600兆だったわけです。そこでバブルが崩壊してものすごくこう時価総額が下がっていくわけですけれども、実はその600兆っていうのをですね、2015年に超えて、そこから700兆を超えて現在771兆円まで1回は記録したということですよね。だからどれぐらい長期でものを見るかっていうことになるわけです。アベノミクスが結局2012年12月末、そして2013年の1月から本格的に、まあね、なっていった時からですね、見るともうかれこれ8年ぐらいは基本株式市場というのは上昇傾向ということですよね。もちろん1日単位とか1週間単位というのはかなり上げ下げするわけですけれども、まあ、2013年から2021年の8年というふうに見ると、まあ、はっきり言ったら上昇傾向って見る方が自然だということです。それはなぜかって言ったら、もうそれは貯蓄から投資へっていう流れが一回作られたからということですね。はい。で、短期は上げ下げ、これは株式市場は短期は上げ下げです。明日上がるのか下がるのか、ね、1週間後上がるのか下がるのか、1ヶ月後上がるのか下がるのか、短期に関しては上げ下げ、でも長期は上昇する可能性が高い。その長期っていうのをどれぐらいで見るかっていうことですよね。ある人にとっては半年が長期、ある人にとっては1年が長期、ある人にとっては3年が長期、ある人にとっては5年が長期、ある人にとっては10年20年が初めて長期って考えるわけですけど、その見てる期間が長ければ長いほど上昇する可能性が高い。それが株式投資です。はい。ね、それが株式市場の本質ということです。そしてこれからも余ってるお金の貯蓄から投資へという大きな流れはまあ続くということですよね。で、これもね、すでに現預金が日本の家計だけで1000兆円もあるのに、さらに預金を増やしましょうっていうふうになるっていうことは、まあ、かなり考えづらいということですよね。もう極めてな考えづらいということですよね。もうそんな1000兆円も貯めていて、もしくは企業も内部留保が500兆円以上、貯まってるわけですけど、そんなに貯めてるんだったら、ね、もう運用しましょうよと、投資しましょうよっていうのはもう一回、ね、2013年以降作られた大きな流れなので、この流れっていうのは当面続くというふうに考えています。はい。で、まあ、SBI のビジネス全体を、正確に把握するのは、まあ、ほぼ不可能ということですよね。じゃあ SBI というのは子会社が約300社あって、この会社はこういう会社で、この会社はこういう会社で、この会社はこういう会社で、これはもうほぼ不可能だというふうに思っています。しかし SBI の今後の業績ですよね。結局 SBI ってこれから業績どうなるんだっていうことを予想するのははっきり言って優しいというふうに思います。今後の長期予想としては、まあ、株式市場っていうのは長い目で見れば見るだけ成長
はしていく方が当たり前ということですよね。でそうすると、まあ、SBI も、まあね、結局証券、銀行、保険が主力の SBI も恩恵を受けるということですよね。まあ、そうすると当然ですね、まあ、含み益が出て、その含み益が利益として計上されてということで、好業績の発表が続くということですよね。はい、ということで、もう SBI ですね、まあ、PR6 倍強というのは、まあ、明らかに割安ではないかというふうに思っています。はい、今後も好業績の発表が続くことで、まあ、長期的には株価は上昇していく可能性が高いということですね。以上、株価予想をまとめると、短期は横ばい傾向で横ばいが続く可能性が高いと、長期は、まあ、市場成長の恩恵を受けるということで、上昇していく可能性が高いということですね。まあ、ゆえに短期的には横ばい、長期的には上昇というふうに予想します。はい、ということで今回のテーマ SBI 株価予想ということなんですけれども、まあ、3035円の株価がですね、上昇して3555円を今回の予想というふうにしたいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。